第5レースの対戦メンバーをご紹介してまいります。第5レース予選です。1番車木戸徹選手飯塚ゼロ戦の内を当たります。2番車吉川真希選手3倍を切っております。 2.9 倍です。針動きます。3秒2秒1秒、サインを見てないとスロットで解放。さあここでスタートはちょっと3番の佐伯選手かなり遅れました。まずは先行する2番車吉川真希の旋回。1番車木戸徹叩かれて現在2番手を追走中。4番車池原選手が現在3番手追走。5番車木山優希は現在4番手です。うなりを上げて陰走法。6番車荒見和正は現在着々と車を進めて今どうやら4番手あたりを覗いております。そしてかなり遅れましたか3番車佐伯選手が最後方です。2番車吉川真希は現在旋回中。2番手4番車と今池浦選手2と4前2車の台形黒いシェブック吉川真希が引っ張っています。さあ4番候補は6番車穴見和正現在追走中は3番手。さあここで一発を入れてまいりましたか4番車池浦選手が前へ出そうです。4番主導権です。食われて2番車吉川真希選手現在2番手あるいは3番手まで交代。6番車穴見和正が現在2番手上昇です。4、6から2番前3車の台形木山選手は現在4番手あと3周回主導権は4番車です。ここは地元池浦選手同じく地元は6番車穴見和正が現在追走中。さあ6番が6コン体制6番の穴見和正第5レースようござんすね。シャキーン入ってまいりました。6番車穴見和正前に出ます。さあ4番車池浦和弘現在2番手交代追って2番車吉川真希。さあ吉川選手踏ん張っています。現在3番手追って候補は5番車木山優希が現在追走中は4番手の位置関係。さあ6と4は出来上がった感じでありますが5番の木山が飲みません。2番の吉川選手が力戦中あと1周回主導権が6番車穴見和正追走。4番車池浦選手が現在2番手追走。3番手2番車吉川真希が残っている。5番の木山ちょっと失速している。2番ここはアナハイとなるか吉川真希が3番手だ。チェッカーをまずは6番車穴見でチェッカーです。2連単64です。第5レースの払い戻し金です。2連単64です。210円、1番人気です。3連単64から2番で1640円、こちらは5番人気での決着となっております。以下配当ご覧の通りです。